新刊出てる。お、これは楽しそうだな。まあね、ここ品揃えいいからさ、これとかマジ面白いからあんたも読んだ方がいいよ。おう、そのうちな。ちょっと、何そのやる気のない返事は。いや、だってな、今は現実で十分満足してるからな。あ、そう。ねえ、これって狙ってんの？いや、偶然だ。この店、あれから何度も来てるけど、なんでだろうね。今日に限って初めて来た時のことを思い出した。俺も。ねえ、京介。あん時さ、私が他の連中にはぶられて落ち込んでた時、あんたがしてくれたこと覚えてる？いや、なんかしたか俺。初めて来た時のことを思い出したんじゃなかったわけ？怒るなって。本当に心当たりがないんだから仕方ないだろ。教えてくれよ。そしたら思い出すかもしれない。ふん、言ったでしょ。え？私の頭撫でてくれたでしょ。ああ、バシンと手を引っ叩かれたっけ。あん時はちょっと気が立ってたから。気にすんな、きっと分かってたよ、そん時の俺も。それあの時と同じ顔してる。私の頭を撫でて、お前はよく頑張ったよって慰めてくれた時と、今だから言うけど結構かっこよかったよ。おい、いらっしゃいませ、お嬢様。お兄ちゃん、仲がいいのは素敵ですけど、そろそろご注文を伺ってもよろしいでしょうか。あ、はい。私はこれとこれで。あんたは？じゃあいつもので。はーい、妹の手作りカレーとメイド汁ですね。かしこまりました。ふう。何今の超常連っぽいやりとり。え、何通い詰めてんの？誤解だ。お前らと一緒の時に来てるだけだって。お前の方が来てる回数多いよ絶対。その割にはさ、大体仮に俺がこの店のお得意様だったとして、だからなんだよ。別にいいじゃん。そこは別にいいの。メイドさんにお兄ちゃんって呼ばせて、いつものって頼むと妹の手作りカレーが出てくるとこがキモいの。それにはどちらも深いわけがあるんだが、もういいよ。
おや、これはこれはキリリン氏と京介氏ではありませんか。おお、沙織か。奇遇じゃん。はい、いやはや運が良かったでござる。今日は何やってんの。拙者でござるか。拙者は使徒野暮用がございましてな。野暮用？なになに、超気になるんだけど。まあその久しぶりに姉と会うことになったのですよ。お姉さん？海外に住んでるんだっけ？ええ。ですから完全武装で迎え撃とうという場面なのです。さて、拙者は白状しましたから、次はキリリン氏と京介氏の番ですぞ。ふんふんふん、とぼけても無駄ですぞ。相変わらず仲がよろしくて羨ましい。本日は二人きりで兄弟デートといったところですかな。まあな。あたしたち今付き合ってるんだ。はい。ん？聞こえなかった？あたしたち付き合うことになったから。おう、そうなんだよ。なんですと！どういうことでござるか。落ち着け、沙織。正体が出てる。それどころじゃないでござるよ。兄弟で付き合ってるって一体どういうことでござるか。ついにゲームの展開を現実でもやっちまったでござるか。すまん、説明が足らなかった。実は俺とキリノは血がつながってないんだ。京介氏、正気に戻るでござる。それはエッチなゲームの話でござるよ。違う、現実の話だ。うんうん。おい、お前も協力してくれよ。沙織、あたしと京介、血つながってないよ。嘘くせんだよ、お前の言い方。だって他に言いようなくない。今時途中で義前バレとかゲームだったら怒られちゃいそうな展開だけどさ。しょうがないじゃん。つながってないもんはつながってないんだから。まさか本当に本当にお二人は血がつながっていないんですの？おう。そうだって言ってんじゃん。なんとまあ、それはそれは。まあ最近分かったばっかなんだけどね。義妹だと分かったらすぐに付き合い始めたと。そういう言い方やめてよ。だってそうじゃありませんの。そうですか、キリリンさんと京介さんが。よかったですわね、キリリンさん。人生とはままならぬものだと思っておりましたが、意外とそうでもないのかもしれませんわ。優しい世界に感謝を。そして私、お二人のこと心から祝福いたしますわ。